はいどうも皆さんこんにちは、ミーネットです。さあというわけで今回はですね、テレビにまつわるお話をやっていこうかなと思います。前作の飛び出せ動物森では日曜日でした。日曜日の夜3時33分にすると宇宙人が登場したんですよね。宇宙人が日本語をちょっと早口にして動物語で喋ってるっていうものなんだけど、で今作集まれ動物の森にもそれが存在しましたということで、皆さんで一緒に見ていこうかなと思います。時間が土曜日の深夜3時33分になっております。という映像になっているわけなんですけれども、なんかさ、最初あれスプラトゥーンっぽくない？多分あれ解読したら何かセリフになると思うんですよ。ちょっとね、多分スローモーションがなんかで再生したら日本語に聞こえるものになってるんだと思います。というわけでですね、ちょっと今回は皆さんね、動物の森民が気になっていたであろう宇宙人が今作も存在するというお話でした。今回はこの辺でやっておきましょう。じゃな。